配信1時間ぐらいする。何この、ちょっとお花になってない髪がいる。後でちょっと髪軽く直そう。これがどこだっけ、ここら辺の、ちょっと待って、5時50分になったらランキングで終わる。1時間ぐらいって言った夜はね、配信できるかわかんない。お出かけしてた。で、夜ご飯じゃない、昼ご飯食べて帰ってきて、お昼飯食べてお買い物して帰ってきて、ちょっとだけ寝てた。眠すぎて朝が早かったからちょっと寝てました。さっきお昼寝。砂もらいに行ってないけど、でもお昼なんか焼肉行ったのね、お母さんと二人で。石焼きビビンバ食べてゼンマイ入ってた。ゼンマイ、なんかカフェ行こうと思ってたんだけど、そこ今日ランチやってなくって焼肉行った。行こうと思ってたカフェがあったんだけどランチやってなかった。そうだから焼肉。うん、めっちゃ喉乾いた。飲んでいこうかな。さっき起きてさ何も飲んでない。
器具持ってこかな、ついでに。コントローラーはあるけど充電あるのかよくわかんないな、これ飲み物持ってこようかな。え、持ってこないわ、飲んでくる。ここに持ってきたくないから、ちょっと待ってて、一回見落とすね。一応ゲームスイッチも持ってこよう。じゃあね、ちょっと一旦待ってて。よいしょ、スイッチ持ってきた。でもまだ見守りセットを踏んせてない。さっき言ってきたけど、あ、してくれた、うん、バッテリーが少ない。コントローラーのバッテリーどうか、そう思ってる。自分なら隠れて食べる。何が何が何の話、何が入ってんのかな、これ。スマブラが入ってんのか、スマブラ。てか音出てるな危ない、スマブラ。ちょっと一回スマブラなんかよくわかんないで適当にボタンずっと押しながらやってんだよねわかんない。あれつかない、なんつった。懐かしい。通常戦一回だけやろう。お任せにしようかな、場所。懐かしい。え、何しよう。カービィ、いつもカービィ。どうしよう、カビでか。めっちゃ弱いんだよね。クス。でもパソコンのレ、パソコンじゃないし、コンピューターのレベル？もうこれね、あんま分かってない。これ、何がなんだっけ？お、
十字キーを上を下飛べずっけ。やばい、なんかずっとポーズ打ってるわ。わかんないな。なんかポケモン出てきた。難しい。これコマンドみたいなのあるよねきっと。なんか分かんないくってずっとやってる。お、なんか強くなった。これどうやって使うんだっけ。これカビーのこれ、あ、使えた。必殺技みたいな、めっちゃダメ、なんていうの、めっちゃ空中で使っててダメダメすぎた。え、やばい、わかんない。適当に押してるけど、なんかパソ PC、 パソコンで言っちゃう、コンピューター弱くて勝ててる。カビで止めなかったっけ。どこで止めたっけな。どこで止めたっけ。あ、なんか耳急に、やばい、耳急に囚われちゃった。わかんないやり方、やばい、飛んでっちゃう、めっちゃダメージ食らってる。どうやって飛ぶんだっけこれ、カービィって。やばい、飛んでった。わかんない。飛べたよねカービィってさ。あ、なんかさっき飛んだ。あ、これか、上ボタンと X だ。え、これどうやってすんだっけ。こうか。もう多すぎてわかんない、ボタン押すやつが。よいしょ、勝ったけどむずい。飛べなかったカビなんで。勝てたけど。むずいな。どれしたら、どれ押したらどれか忘れてた。もういいや。お、挑戦者が現れた。挑戦者クッパ、これあれだ、妹のアカウントにしたからさ、めっちゃあれ、全然進んでないんで、キャラクターいなすぎるでしょって思ったけど、妹のアカウントだからか。だんだん分かってきたよ。あ、もう分かってないのもあるけど。お、分かんないな。お、火が吹けるんだった。火吹いてる、クッパだから。クッパの取り込んだ。え、むずい、むずい。めっちゃ下手。やばい、え、どこ、私なんか変なキャラクターに、よくわかんない技ずっと出してる。勝ったんじゃない、勝った、クッパ手に入った。これあれだな、弟のアカウントでしないとさ、キャラクター全然いないやつだ。もう何が何か分かんない、ボタン押すやつ。弟のアカウントでやる。スマブラはなんかセーブデータとかないから、勝手にやっても怒られない。妹な感じで言っても少ないよキャラクターが。いつもカービィ使ってた、スマブラ適当にずっとボタン押してた。もうだからどれが出るかわかんない技。
自分の作ってもだってこれ弟のスイッチだもん。いらないよ自分の。あんな呼吸しちゃった。普通に自分のやつあるし、なんかルールってやつがありすぎたかな。ストックってな、日本選手と制限時間3分これか、よく分かんなかった。あ、 B 押してた。プレステのコントローラーとめっちゃ混ざる。 B 戻る。プレステのコントローラーはさあ、めっちゃキャラいるわ。 B の位置がさ A だからさ、あのスイッチでいう決定ボタンだから、ね、どれが強いの。コンピューター増やしとこ。え、待って待って、 Q なんだけどコンピューター。あ、ずっと B 押してるし、5にしとくわ。9は強すぎる。4、もう1人コンピューター。9一番強い。4、2人の5、1人。3だったら勝て、普通に勝てて。え、どのキャラが強い、スマブラ。みんなのおすすめのキャラ教えて。それ使う、それでやってみる。なんか恐竜みたいなキャラですよね、リドリー。これ親戚の人がさ、ハトコがめっちゃ使ってて、ハトコうまいんだよね。でこれでボコボコにされてた。もう一回ボコボコにされてた記憶ある。どれが強い、みんないつも何使ってたの。スマブラ、サムス。サムスってなんだ。あ、これか、ゼロスーツサムス。これえ、ハトコゲーム好きで、ハトコも強い。モックスかリンク、モックスかリンクって言ってた。リンク聞いたことない、なんだっけ。あ、これか、トゥーンリンク。クスってどれだっけ。キツネ、どれだっけ。クスってどれだっけ。子供リンクもいる。ホックスってどれ。あ、これリンクだけのやつ。これか、リンク3ついるんだけど、どれかどれか分かんないよ。あった、ホックスいた、さっき戦ったやつだ。え、どれにしよう、お任せにしようかな私も。キャラクターどうしよう、これでポケモントレーナーとかだったらどうしよう。弱い、見た目強そうなやつにしてみようかな。竜、これこれあれだよね、昇竜拳これだっけ。昇竜拳出せるのこれだっけ、竜ってやつだっけ。え、これカービィが強いのはね、あれだね、飛べるからカービィ好きだったんだよね。ずっと飛ばされてもさ、飛んで戻ってこれるから。他のキャラむずいんだよ、戻ってこれない。これにしよう、昇竜拳出してよ。むずいかな。あ、レベル5にしたさコンピューター村人なんだけど、あの
こうやり方、あ、え、やばい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 、自滅する、お、危ない、危ない、むずいな慣れてないキャラでやるべきじゃない、もしかして、え、お、お、どこいるか分かんなくなってた自分、赤いやつね、危ない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 よ、もうかんないやり方が、あ、なんか飛んでってる、私なんかすごい、なんか出してるけど、昇竜拳どうやって出すのこれ、出してんのかな、めっちゃダメージ食らってる、あ、飛んできたかと思った、やばいやばいやばい、え、自滅したわかんないこれ自滅してた、さっきむずいこのキャラ、でもみんなダメージがあるからきっと飛んでてくれるはず、いっぱい、私が適当にやっても、わかんない、なんか、うん、お、私が飛ばした今、わかんない、なんかボタン適当に押して見てるんだけどさ、めっちゃむずい、おお、あ、私上か、上じゃない、下にいたわ、めっちゃ見間違えてた、燃えてるし、あ、あ、やばい、あ、やばい、私どこなんかサーブラしてたらさ、自分見失う、どこにいるか分かんなくなる、よいしょ、むずいな、うわよいしょ、でも割と戻ってこれるわ、このキャラダメだ、まあ、ダメージがない、ちょっと、あ、やばい、私も飛んでく、飛んでく、あ、危ない、なんかカービィみたいにさ、なんか下に飛んでる時に下にさ攻撃できるやつがないのかな、あ、私めっちゃ飛んでるよ、危ない危ない危ない、もうちょっと横に行かないと私めっちゃむずいんだけど飛ばされて終わっちゃった、あ、しかも私最後の 1v1 みたいなやついないし強っ村人、動物の森の村人強っ、3位だし、私しかも同率3位、あ、同率、うん、同率3位、撃破2、落下が2、やられた数も2だからか、村人に負けた、やっぱカビかもしれない、カビしかほぼ使ったことない、他のキャラむずい、カービィだ、カービィ、カービィ使う、カービィは飛べるから好きな理由それだけ、うん、ルカリオだ、あの強いやつが、強いキャラが、でもねカービィもむずいんだよね、あ、やばい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 、やばい、自滅した、石になってそのまま落下しちゃった、なんでそこでさなるわけ、私自滅、完全な自滅だった今、あ、はい、なんかさっきと同じステージだな、私お任せにしなかったっけな、びっくりした、さっき自滅しちゃった、自分でさ石になって落ちてた、そのまま、危ない、めっちゃ飛ばされた、
ずっとさ、なんか金槌みたいなやつさ打ってるんだけどさ、あの、あ、やばい、びっくりした、ずっと空振ってた当たんないんだけど、なんで空振ってる、あ、危ない危ない危ない、画面見ちゃダメだよいしょ、やばい、私ダメージ食らってるから狙われる、みんなを、よいしょ、あー飛ばされたね、私さ、え、私いなくなった、え、3回落ちたら負けなのこれ、何、なんか終わったんだけど、あ、スクショしてた、間違った、いらない、終了3回負けたらダメっぽい、もうなんかコントロールじゃない、パソコン、ん、コンピューターだけで戦っててもつまんないよつまんないよ、コンピューターだけで戦っててもさ、やめた、抜けたもう帰る、あ、リンクいるよ、リンク、次は B があれなのね、あー、危ない、何が何か分かんないんだよな、掴まれたんだけど、むずい、よいしょずっと空振ってる私やめて、みんな戻ってきな、ずっと空振ってる、敵がいないところにさ、あの、やばいやばい、自滅した、今また石になって落ちてった、自分で意味わかんないなんでそうなるわけ、私このリンクが吹っ飛びそう、あ、やばい、私が吹っ飛ぶ、よいしょ、吹っ飛べ吹っ飛べ吹っ飛べ、よいしょ、リンクがめっちゃあれなのにな、あー強、このパックマン飛びそう、ダメージ多いよ、よいしょ、むずい、か次は、今はさ別になんか脱落なってないし、あ、なんか勝手に燃えた、なんか当たった今、楽しいスモブラ、めっちゃ弱いけど、あ、これパックマンのやつだったんだ、なんかよくわかんないさ、
よくわかんないやつ。え、みんな残ってる。やばいやばい。勝った勝った、1位だ。みんな残ってた、最後のさ、最後なんかダメージ 300% 食らってるみたいなやつ、吹っ飛びやすい時なんていうん一撃が当たったらみたいな。1位だ。あ、落下数がみんな一緒だったんだ。でも自滅ゼロになってる。自滅したけどなかったことになってるわ。よかった飽きた追加作ろっかな。9時13分1位だった飽きたもんいやね、ソーラとかはね、ああいうのは友達とやんないと飽きちゃう。一人でやってもすぐ飽きる。スイカゲーム、昨日、いや昨日の私のやつがまた最高点、最高スコアだ。昨日終わった後妹に見せたら、あ、そうなんぐらいだった見てって見せたら、あ、そうなんぐらいすごいって聞いて言わせた。すごいって、すごい興味なさそうだった最初で、弟はあのそのままスイッチ奪って世界ゲームしてた見せたら興味なさそうだった。そう、やっぱダブルセイカだな。ダブルセイカ作ったらきっと興味持つ。すごいって言わせた。全然言ってくれないから、すごいって聞いたもんって、うん、すごいすごいみたいな風に言われたあしらわれた、うん、すごいすごいみたいな感じだったうん、あ、さっきさ、あの水飲みに行った時にフリスク食べてこようと思って焼肉行ったからそれにんにくって思ってたのに忘れてた。フリスク、今日焼肉行ったからね、追いキムチ頼んだよ久しぶりに。久しぶりに焼肉行ってさ、追いキムチめっちゃ好きで、でお母さんと二人で行ったのね。でお母さんキュウリダメだから一人で全部追いキムチ食べた美味しかった。追いキムチが好きだから、こんなくるできた。じゃ今日はまだ1回目だから正解できるか分かんないわ。まだこれからだからね、始まったばっかり。これよいしょ、おいキムチ好き、おいしくない？なんか普通の大根とかキムチよりも追いキムチの方が好き。白菜とかのなんか普通のキムチよりもキュウリがいいね。そっちの方が好き。ちょっとあんま良くないな
ップルがあるんだけどさ、2つくっつかない。なんか間にさくらんぼがいてくっつかない。ここがくっつけばいいんだけど。なんかさ、スイカゲームさ、動いてるからちょっと待てばくっつきそうだなって思って、待ってもさ結局くっつかなかった時もすごい嫌待ってみたのに全然くっつかないみたいな。くっつきそうだから待ったのにってなる。お、メロンできた。そう、困ったのに意味なかったじゃんってなっちゃうくっつきそうだから待ったのにって。なんかちっちゃいフルーツが溜まってるな、そこに。ちっちゃいフルーツを消さなきゃ。3000いきたい。3000。でもこのスイッチで行ったところで妹のアカウントなんだけどこのスイッチでもし3000円いっても自分のスイッチじゃないからさ妹のアカウント。あ、ここも話くっつかないのね。そっちが行っちゃうのか。くっついてほしかった。むずい。お、スイカできた。なんかすっごい地味できた気づいたらスイカできた。嬉しい。スカスカなった箱が。今日初スイカ。スイカ、ダブルスイカ、頑張るわダブルスイカいけるかな。まだ1個いけるか分かんない、微妙。桃できた。ダブルスイカ作りたい。2190、2206、今のスコア。ここかな。でこっち、こっち。うん、パイナップル1個いいんじゃない。作りたい。でも結構ねいい感じ今のところね。なんかそんなに箱いっぱいいっぱいになってないし、いいよ順調だよ。ベストスコアは超えれそう。2601だけど今2544で超えれそう。で、あ、まだか。でもパイナップル同士がくっつかないな、それが悔しい悔しい。2727、頑張ろう。これ3000いけるんじゃない。いけそう。3000。いや、ダブル成果厳しいかも。でも3000は頑張ればいける、そんな気がしてる。うん、違うな。
なじくっつかない。おくっついた。ついたけど。あ、3000いきそう。てか自分のベストスコアを超えそう。3000インチぐらいだった気がするんだけど、ベストスコア超えそうだよ。3017超えたんじゃない、これ自分のやつを。やばい、うん、置けない、置けないな。うん、超えた。3051、3000いった。自分のやつ、自分のベストスコアより高いかも。写真撮っとこう、怒られるかな。よくわかんないの撮らないでって言われちゃうかな。嬉しい。もう帰ろう。ダブルスイカを作って妹に見せる。スイカ1個もむずいけど、やった、スコア3000いった。3000壁だからね。3000あんまいかない。2回目今までで2回目の3000、3000超え。そう、記録は妹のスイッチに残るから私のスイッチには残んないけど、まあいいや、私のスイッチ今ないし、手元にこの場所にないから。プルコンでやる方がやりやすいね、やっぱり。スイッチのでも別に、まあスイカゲームぐらいだったらいいけど。うん、ちっちゃいフルーツがそこに溜まっちゃうのが嫌だな。ね、プロコン使いやすい。もうさ、いちごとささくらんぼがさ交互に来るのはやめてほしいんだけど。もうどんどん溜まっていく、交互に来たら。交互に来れば来るだけ溜まっていくから、やめてほしい。うん、インスタにめっちゃフルス溜まってる、やばい。いかないかな、いっぱい。あ、でもちょっと少なかった。そこのフルーツがちょっとくっついた。チンコどこっちかな。うん、ね、その鍵くっつかないの。あ、くっついた。ほぼくっついてるみたいなやつでくっついてなかった。好き、くっついてくれた。スマホゲーム、何が、スマホゲームはねあんましないんだよね、スマホのゲーム。あんまりしないです、私。だからないかな、あんまり。今875点です。あ、パイナップルくっつきそうなのにイチゴ邪魔すぎるな。待ってたらくっつきそう。そこで止まる？いちご。あ、動いてるわ。よかったよかった、くっついた。すっごいなんか変なところで止まってた。よ
ったよかった、動いてくれて。でもスマホゲームあんましないね。うん、なんか前いろいろ入ってたんだけど、いろいろなくていろいろ消しちゃった、使わないやつを。そしたらもう今全然入ってない、あんましないから。あ、間違えた、置く場所違うとこ行っちゃったよ。置く場所間違えた、置きたかった場所と全然違うところに反対に置いちゃった、カーソルが移動しちゃって、難しい。うん、パイナップル1個とメロン1個、下のフルーツがちょっとずつくっついてくれてる、よかった。下にどんどん溜まっていくのは良くないから、間の一部に。オッケー。いや、さっきねめっちゃ調子よかった、1回目で。今日1回目のスイカゲームでスイカ作れたし、最高得点出たし、最高スコア出てめっちゃ調子よかった。いや、これもね、スイカ使えそうな気はするけど、ちょっとまだわかんない。パイナップル1個しかないから今。気はするけど、作れそうな。作れるかはわからない。あ、梨が。くっついてよ、そこ。そこくっついてよ。あ、くっついた。でもう一個話がある、できるかな。行くかな、スイカまで。あ、メロン、すっごいバランスのとこいる。メロン2個いる。スイカできそう。イチゴが邪魔すぎる、イチゴが邪魔すぎる、間のすごい邪魔だよ、そこのイチゴ抜いてほしいんだけど。イチゴがあるだけのせいでくっつかない、メロン2個が。やだー、メロン2個いるのにくっつかないよ。全然くっつかないんだけど、メロンが。邪魔すぎない？そこ。あとちょっとなんだけどな。なんかくっつかない気がする。うわー、こんなにあとちょっとなのに、あ、飛び出たデコポンが。もうあとほんのちょっととかだったのに、ダブルメロンになっちゃった。あとちょっとでくっつかないのが一番スイカゲームで嫌なやつだよね。もうあとほんのちょっとなのにくっつかなくて、そのままゲームオーバーになるっていうのが一番スイカゲームで、あの嫌なパターン。それ一番嫌。なんでくっつかないのってなる。する。でも惜しかった。でも今日調子割といいんじゃない、ダブルメロンだからさ、それくっつけばスイカじゃん。だからスイカまで、スイカ、まあ
ほぼできてたみたいなもんだからさ、調子いいかもしれない。2回連続なんかメロン1個だけで終わるとかじゃないから。なんかだからね、1回ねスイカ作れると作りやすくなる気がするんだよね。なんでかわかんないけど、前もそんな感じだった。私のスイッチで初めてスイカできた後からなんかスイカ作りやすくなった前より。なんでかわかんない。え、スイカゲームやったことある人いない？そんな感じじゃなかった？私はそんな感じがしてるんだけどいない？したことある人。なんかスイカが作りやすくなる気がする、一回作れたら。ゲーム画面の SUV じゃなくってさ、え、あの違う違う違う、なんていうの、ゲーム画面が見れる見れないという話じゃなくて、違う、いやね、コツとかじゃないんだよね。同じ感覚でずっとやってるから。なんかね、一回作れたら作りやすくなる感じがする。なんか普通に作れるようになる。せいかその作れない時ももちろんあるけど、前より作れるようになる。うん、だって昨日もさ、私スイカ何回か作れたことあったけどさ、自分のアカウントだったら、あのこのアカウント妹のやつで一回もスイカ作れてなくて、全然作れなかったもんでも私が初めてスイカゲームした時よりかは早く作れたけどねよいしょ。電気さしとこうかな、そろそろ。配信終わる頃に充電がなくなることがよくあるから。よし。これ後ろ立てれるよ。あ、コントローラー落ちた。どこに置こう。あ、落ちちゃった。いい感じのとこ行けたのに落ちちゃった。作れるかな、スイカ。まあ、パイナップル1個。一番大きいのは。スイカ。くっついたくっつかないかと思った。ほんのちょっとだけだったんですけど。あ、さくらんぼさ、2個くっつくように落としたのにさ、あ、くっついた。あの柿の間に、うん、柿が間に挟まっちゃった。さくらんぼとさくらんぼの間でもいいや、くっついたから楽しい。これずっとできる。本当になんかちょっと前ハマりすぎてずっとやってた。一日中は持ったな。でも数時間ぶっ通してずっとやってたスイカを作りたすぎてうふふ、最初の頃全然スイカできなくて。またパイナップルくっつかないんだけど、さっきみたいな、さっきはメロンとメロンだったのに今度はパイナップルがくっつかないさっきよりちっちゃいやつ。あ、くっつくかな、くっつきそうな気がしてきた。もう一
ちょっとだな、もうちょっと、もうちょっと近くに行ってくれたらいいんだけど。あ、梨3つあるのにさ、近くに全部くっつかないで、あ、くっついた。パイナップルくっつかない、なんか大きいフルーツが全部くっつかない、なんで。くっついてくれないよ。あ、メロンになった。さっきのくっつきそうなパイナップル同士はくっつかなくて、新しいパイナップルができた。難しい。メロンはいけたけど、ダブルスイカが作りたいな。ダブルスイカ作れたことある人いる？ダブルスイカ、スイカはさ、いたけどさ、前聞いた時に何人かダブルスイカいなかった気がする。ダブルスイカだって何人かしかいないよね、作れたことある人。そんないなくない？そんな全体で、このオンラインランキング上位の人はダブルスイカだろうけど。あ、リンゴが跳ねた。リンゴが跳ねた。え、あ、リンゴか。うん、1821引く。引く。いや、もうこの3000超えれないわ。3051超えれる気がしない。スイカ同士くっつく、スイカ同士くっついたら消える、消える。でもね、そのダブルスイカとか作れない。だから最初はみんな作れなかったから、ダブルスイカ、うん、スイカ同士がくっついたらもう消えるっていうのがなんか伝説みたいになってた、噂話みたいな。でも最近はね、ダブルスイカなんかなんていうの、配信中にダブルスイカ作った配信者さんとかいて消える、なんか本当かどうかわかんないけど、スイカ2つつなげたら、くっつけたら消えるみたいな。そんな感じだった。でも消える。そう、消えるの。ダブルスイカ、ダブルスイカ、え、さくらんぼくっつかないの、それ。くっつくと思ったのに。うん、めっちゃさくらんぼしてくる。そんないらないよ。パイナップル。いいよ。うん。むずいな。パイナップル、まだ1個。1パイナップル。でもパイナップルはそんなに大きくない。だって
スイカの次のメロンの次がパイナップル。わかりづらかったか今の説明。スイカメロンパイナップル順でちっちゃいから、そんなにまだスイカになるには先が長い。スイカ2つくっつくとプレイヤー切る、それはやばい。神隠しにやってるね、それ。それは伝説になるわ。スイカが消えます。あんま時間ないの思ったけど、50分って言ったよね私。思ったよりゲーム楽しみすぎたな。ずっとゲームやってる。配信直前に起きてさ、直前って言ってもあれか、10分前ぐらいに、直前かそれって、起きてずっとゲームやってる。いや久しぶりにスマブラやったの楽しかった。私がずっとボタン適当に押してるだけなんだけど、わかんないんだよね。なんか分かったらもっと強くなるかな、このボタン押したらこの技が出るっていうのをさ、ちゃんと理解したら。もう分からずに適当にずっとボタン押してるから、もっと強くなるかな、ちゃんと分かって押したら。飽きてた。そんな一人でずっとやってても飽きるよ。コンピューターと永遠に戦ってんだよ一人で。飽きるでしょ。それは飽きちゃう、仕方ない。あれはね、友達やるのが楽しいゲームだから。スイカゲームは友達とできないから別にあれだけど、サンブラはそう、友達とやるのが楽しいゲーム。一人で永遠にやっても飽きるよ。桃鉄とかもそうでしょ、一緒な感じだよ。桃鉄一人でさ永遠にやっても飽きるでしょ絶対に。それと一緒。一人で3回試合やって、そのぐらい飽きた。ちょっともういいかなって。梨が、梨じゃない、リンゴ、あ、くっついた。これ終わったらちょうどいい時間になりそう。ランキング読むのにメロンはできてるんだけどな。ここにあるフルーツが全部くっつけば、スイカできそう。でもそういかないから、くっつかないからできない。そう、全部くっついてくれればね、きっとスイカができるんだろうけど。でもなんか全部バラバラのとこいて、くっついてくれそうにないや。あ、え、何が溢れた？何が溢れた？何が溢れたかよくわかんないけど溢れたみたい。なんか取れた。何が溢れたんだろう。最後の画像見てもよくわかんない。何かが溢れた。私には見えないフルーツが溢れちゃったのか。動かないや。動かないや。ゲーム終わろう。終了。
コントローラーの充電見て、うん、全部溜まってる。早いんだね、コントローラーの充電って溜まるの。スイッチ充電しよう。 19% しかない。なんかこっちはこういうのチーク塗りすぎたかな。こっち出しとこうかな。パウダーって川木さんずっとやってる。え、スイカゲームはねあんま飽きない。なんかでも永遠にやってたら飽きると思うけど、たまに数時間やるぐらいだったら飽きない。前から分かんのかと思ってた。チーク分かんない、チークじゃないの。でこっちもこっちこう見てるからさ、カメラがここにあるからさ、コメントこう読んでるからこっちばっかりしか見えない。こっちも言うほど一緒ぐらい。え、ちょっと赤いかパウダーのとこ。スマホでもあるらしい、スイカゲーム。スマホのやつはね、あれ本気じゃないです。違う、ちょっと違うスイカゲームだからね。あの本家のスイカゲームはスイッチでしかない。うん、見てんのか、分かんない。チークでなのか、もともとのなんか色が出てんのが、まあいいや。分かんない。どっちが。分かんない、寝るときさこうやってうつ伏せに寝てて髪崩したくなかったから、この外羽をさ、だから ここがさ触れてたから赤くなったのかもしれない。ここがこうここがさ触れてたから、そうかもしれない。うん、50分ありがとう。だから違う手でパーダ塗ってくる。13位から見ます。13位、プルルピョコポコさんありがとうございます。12位、ヒュプさんありがとうございます。11位、アラカトルさんありがとうございます。10位、マボロシさんありがとうございます。9位、ウトウさんありがとうございます。8位、ヒメルさんありがとうございます。7位、筋肉愛好家さんありがとうございます。6位、ユージアットマーク、とにかく評価ちゃんが一番可愛いさんありがとうございます。5位、ポップキョカタム大好きだよさんありがとうございます。4位、ペグアットマーク、キョカちゃん僕のスイカさんありがとうございます。太陽じゃないんだ。スイカになってた。スイカゲームしよう。3位、今日の朝ともあく、今日も明日も明後日も今日かおしさんありがとうございます。2位、フロマンさんありがとうございます。そして1位がグランザともあく、朝配信起きなくごめんなさいさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。確かに朝早かったもんね。だね、夜はね、うーん、間に合ったらするけど、わかんない。
間に合ったらちょっとだけだけど、多分するちょっとだけになりそうだけど。朝寝てた結構早い時間からやってたから。6時半過ぎぐらいから押さえておこうかな、赤いのこっちの方が赤い、チーク塗ってるけど若干赤いから押さえておこうそうそう、終わろうかな。じゃあ夜は時間があれば、明日の配信は明日もお昼ぐらいに一回できるかな。お昼過ぎかお昼前、うん、明日家族でご飯行くと思う。家族でってかおばあちゃんとかとご飯行くと思うから、その前、あ、後になりそうかな。おばあちゃんと買い物に行ってきっとご飯をそのまま行ってくると思うから、一回帰ってこなさそうだから、お昼の後かな。で夜もできそうだったらやると思う人2回。じゃあそろそろ終わろうかな。今50分だ。そろそろ間に合わないじゃん。じゃあありがとうございました。また夜間に合えば夜の配信で無理だったらまた明日の配信でありがとうございました。またね、バイバーイ、ありがとう。